こんにちは。PMAX 純正品超音波チップを作っております、錦部製作所の錦部光義と申します。今日はシャープニングの第2回ということでお話しさせていただきたいと思います。前回1回目はですね、歯とは何なのかというお話をしました。これとても大事なので、ぜひ、1回目を見てくださいね。では今日はですね、実際の技術の方に入っていきたいと思うんですけども、シャープニングの技術というのは2つあります。2つ習得しなければなりません。それは、こちらですね、シャープニングそのものの技術ですね、まあ、研磨する技術ですね。それともう一つはその、研磨が、シャープニングがちゃんとうまくいっているかどうかを見分ける技術です。いくら練習をしてもですね、それがちゃんとその練習の成果が出てるのか、うまく歯が立ってるかどうなのかっていうのを評価できることができなければなりません。ですので、この2つの技術が必要となります。でですね、僕たち職人が、教えるときは、両方教えるんですけども、両方いっぺんに教えるんですけども、やはりですね、この ② の方の見分ける技術ができなければ、先には進めませんということで、今日はこのシャープニングをまずできたかどうか見分ける技術というのをお教えしたいと思います。はい。ではですね、シャープニングができたかどうか見分ける技術なんですけども、シャープニングを見分ける、できたかどうか見分ける技術は実は2つ、こちらもあります。で、1つは、目で見る方法ですね。で、もう1つは、実際に削ってみる。まあ、これは皆さんが、テスティングスティックなどを削っているということなんですけども、この2つがあります。この、1、2なんですけど、順番がありまして、まず目で見る。そして削ってみる。というのが大事になります。なぜその目で見る方が先なのかと言いますと、まあ、これ、グレイシーキュレットの模型だとします。例えば、こう、シャープニング、シャープニングをしました。こう、シャープニングしました。で、実際にこう、テスティングスティックで削ってみたときにですね、ですね、例えば、ここは歯が立ってるけど、ここは立ってないということが起こり得ます。はい。で、テスティングスティック引っ掛けたときに、ここを引っ掛けたら、よく引っ掛かった。ここで引っ掛けたらよく引っ掛かった。でもこっちは引っ掛からない。で、ここだけやって、テスティングスティックに引っ掛けてみて、あ、引っ掛からなかったとなったときに、もう一回全部をやり直してしまう。ということがあります。そうするとですね、どん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 細くなっていってしまったり、今度は逆に、こっち研いだのに、こっちはダメになっちゃったとか、っていうこともあります。ですので、まずは目で見て、あ、ここ立ってるな、ここ立ってないな、っていうのが分かると、そういうことがなくなりますので、目で見るという方が先になります。では、この目で見る方法というのを、説明します。はい。それではですね、何を見て欲しいのかと、何を見ていきたいのかと言いますと、まあ、歯がついてるかどうかを見るなわけなんですけども、例えば、こちらですと、もうこのあたりがですね、丸まってるのがわかります。まあ、大体この辺までちょっと甘いような状況ですね。で、こちらはですね、先端からこの辺まできっちり歯がついてるというのがわかります。で、もうちょっと拡大してみますと、はい。この黒い矢印ら辺まではですね、きっちり歯が立ってます。で、赤いところから若干こう甘いような状況になって、青いところでは完全に丸まっているというような、感じになっております。で、こういうのが、実際目で見てですね、見られるようになるといいと思います。はい。で、実際に、見るときなんですけども、ですね、こういったルーペ、これ、アイルーペと、って言われてるもんなんですけども、まあ、時計職人さんなんかがですね、こう目につけて、使うルーペなんですが、こういったものはこれ Amazon で5、600円で売っております。で、医療用でルーペ使ってる方はそのルーペでも全然構わないと思うんですけども、この、歯をですね、こういうような感じで見てほしいんですね。実際に角張ってるかどうかを見る。ホワイトラインとかっていうのがあるみたいなんですけども、それでも、構いません。構わないんですが、できればですね、
この角が立ってる、この角が立ってるっていうのが、はっきり自分で分かるようになると、やはり強いというかですね、はっきりと分かるようになります。ので、こう見て、なんですかね、こっちから見て、こっちから見て、で、斜めから見るみたいな見方をすると、よく分かると思います。こう回していただいても、こういいです、いいですね。で、それっていう見方をすると、あ、ここは歯が立ってる、立ってないっていうのが、よりはっきりと分かるようになると思います。はい、次回は、もう一つの方ですね、テスティングスティックに引っ掛けるときの、で、削って確かめるときのコツというのを、教えしたいと思います。このようにシャープニングに関して、また超音波スケーラーや超音波スケーラーチップに関してのお話を今後ともしていきたいと思います。よろしければチャンネル登録やいいね、コメントなどお待ちしております。今ここに出てると思うんですけども、チャンネル登録の横のベルをこう押していただくとですね、漏れなく、通知が行くようですので、よろしければお願いいたします。今日も、最後までご覧いただきましてありがとうございます。